はーい。毎週新しいことにチャレンジしてるんだけど今週はね昆虫のチョコレートがけを作ってみたのうーん結構いけたわカリッとしててエイプリルルフールよ。<laughs> 作ってないわ。さてと本題に入るけどぜひチャレンジしてみたいことがあるシェイクスピア劇。地元の劇場で夏の夜の夢のオーディションをやるから妖精の女王ティターニア役のオーディションを受けようと思ってるは <laughs> ティターニア役はキラキラのドレスを着られるんだ王冠もかぶってそれから妖精の羽もで今練習してるからみんなの前でちょっと披露するね夏が冬となり人間は大混乱でも冬の夜の賛美歌や成歌も聞こえない潮の満ち引きを司る月は怒りにあざめ大気をすっかり湿らせオーディションは明日なの。 緊張してるけど今週ずっと練習してきたからきっと大丈夫次回には妖精の女王になってるかもからしの種からしの種の役になったんだけど正直ちょっとがっかりしちゃった最初はねだってセリフが5つしかない役だものしかも役名が予想外だったでもね ほとんどの場面に出てる役だしそれにこういうでしょ脇役でもどんな役でも一人一人が主役だってだからこの街で誰も見たことない最高のからしの種を演じてみせるわ楽しみながらたくさん学んで次回また頑張る、はあ、また報告するねピース